未来少年コナン。まあ、これはあの、原作の方なんです。未来少年コナンって、絵が古いし、セリフが単純だし、今時のアニメじゃないんですよ。すごいんですよ。全26話なんですけども、外れ回がゼロなんですよ。外れ回がゼロってアニメ、なかなかこの世の中にないんですけども、具体的に何ですごいかを絵で説明して,してみようと思います、えー。オープニングで説明してみます。一番最初はこの3枚の,の一番上から始まるんです。これがタイトルです。未来少年コナンって、セピアの、まあ、止めイラストが出るんです。で、たった、 だったララと。文明が滅びた後、海に沈んだ都市というか、波の上に突き出しているビルのてっぺんです。まあ普通、これ、セピア色だから暗いイメージじゃないですか。ところが始まる音楽が、たったったらラーって明るいんです。3枚目に行きます。で、カラーになって動き出すんです。何がするかって2枚目なんです。これ、1枚目と2枚目の差がわずかにあるんだけど、例えばここの位置にある鳥が、ちゃんと羽ばたいてるんですよ。この右の肩の方にあるすっごいちっちゃい鳥も、一斉にみんな動いてるんです。普通、こういう風な、 透明かかからら動動すす場合っっててセピアア色ののの方は完全ににイララストででカラーのアニメになってから動くんですところが、この宮崎駿の、えー、未来少年コナンのオープニングってですね、このセピア状態でほんの少し動いてからカラーに切り替わるんです、ね。消し粒のような鳥が全て羽ばたいてるんです。なんでこんなことするのかというと、この一手間っていうのは、あの、大人じゃなくて子供のためなんです。オープニングやっぱ何十回も見るもんじゃないですか。で、子供の集中力って、その、大人とは桁違いなんです。だから 止め最初見せといてセルになって動いてからダブラしでいわゆるあの絵がダブって動いたらそれは大丈夫だ楽だっていうのは大人の理屈なんです一番最初の絵でセピアの状態からほんのちょっとでも動き出したら子供は信じてくれるんですねこの世界を本当だっていうふうになのであえて必要のないセピアイラストを0.3秒8コマだけ動かしてるんですよ1秒間24コマなんであの8何か見せるんだったら0.8秒8コマ見せろっていうふうに言われてるんですよ 潜ります無数の魚が泳いで、海は青く眠りという歌が始まりますね。海中にビル群が沈んでて、しかし魚がちゃんと泳いでるんで、終末感がないんです。一2のちめばえ、そして空が、そして空がというと、カメラが水面に上がってて、向こうに男女一組がいるのが見えるんです。主人公とヒロインがですね、船に乗ってるんですよ。この船に乗ってるのが下の三コマ目で、ちょっと方向変わってるの分かりますか要するに、最初カメラの正面を向いてるんです。正面を向いてるのが、 3コマ目でこう。横に回り込んでるんですよ。こういう風に回り込んでる作画をわざわざやってるわけです。明日を夢見てホラー。ほらの ほーらって言った瞬間に、それぞれ、主人公とヒロインが笑ってるのがわかる。ポンと出すわけですね。このあたりのですね、子供を安心させるポイント、いわゆる文明が滅びた後で、ビルなんかがみんな海に沈んでも、魚がちゃんと泳いでて、そして、笑顔の少年と少女が船で、カメラに向かって手前に来て、それが横向きになって、二人とも顔を見せてくれて、で、歌が、明日を夢見て、ほーらって言った瞬間に、こう、ちゃんと決めポーズになる。生まれ変わった地球。 がっていいうのが大きいフリップで見せますこの船がめちゃくちゃでかい波乗り越える。この連続なんです。波の乗り越えがアニメにしかできない浮遊感なんです。一枚目、この波を乗り越えるって言うんですけど、この時に船は、えー、背中向けっていうかちょっと向こう向いてるんです。波を乗り越えようとする時に真横の構図になっているんです。太陽を隠してしまう。このレイアウトの思い切りの良さ。えー、登ってる太陽を隠していって、その波を乗り越えてジャンプする。で、こう横に友達の鳥が飛んでる 鳥鳥がががおそららく全部同じ高度を飛んでるんででるるるすだかかかこののの相対的に船がどの高さに船どさいわかかつまり、鳥と同じか、その上を飛んでたのが、どんどん高度が落ちていってっていう風になるんです。この太陽の前をあえて、この3コマ目と4コマ目横切ることでですね、すごい浮遊感出てるんです。スピード感と浮遊感っていうのをやってるんです。最後に水に着地する直前に、この ほです。このほが太陽が後ろにあるから逆光なんです。ところが下に明かりが、光があります。これ何かっていうと、水面の光が反射して、で、このほに当たってる。つまり、船の高度が落ちてもうすぐ水面だというのを、このハイライトだけで教えてるんです。アニメの化け物をオープンで最初から見せるっていうのは、アニメーションの採用の化け物で、やっぱ誰も勝てないんですよ。未来少年コナンが1978年に放送された時に、同時期のテレビアニメって、宇宙街道キャプテンハーロック。 銀河鉄道39という松本零士もの。で、日本サンライズは東証ダイ大ス無敵工人大胆3。タツノコプロは科学忍者対ガチャマン2っていうの,なので、劇場場ではですね、劇場アニメではサラバ宇宙戦艦ヤマト愛の戦士たち。で、ルパン三世、ルパン対複製人間、こういうなんかこう、まあ、劇場アニメも14本ぐらい公開された年なんです大体それのどれもがサラバ宇宙戦艦ヤマト以外は <laughs> 美形キャラをかっこよく透明で見せるっていう方向で、アニメーションがかなりこう進化してたんです、ね。 しかし、宮崎駿がこの未来少年コナンのオープニングで宣言したのは、お前らがテレビアニメでできないと思い込んでるもの。日本のアニメは予算が少ないからと言って言い訳してやってないことを俺は全部やってやるぞっていう挑戦状なんですよ。 これを俺は NHK の舞台で見せてやるぞ。朝鮮状なん本当にアニメを語る、アニメ業界だけじゃないです。アニメを語る大学生とか、すべての人が本当に未来少年コナンに毎週驚愕してたんです。生まれ変わった地球が目覚めの朝を迎え、太陽の前をバーッと横切るっていくと、でそこでボーカルが交代なんです。そこまで男の人の声海は青く眠り。ここまで男声で。で、急に女の子の声です。およげなみけたて 少女登場です。斜めに生足を見せてる少女がガーンと登場して気持ちよさそうに笑ってその前を味差し。 のティキっていうのが鳥が飛んでるんです。まあ、足を見せて、おまけにジサしを見てるふりをして、視聴者に目線を送ってるんですね。もうヒロイン、スマイルって言われてるんですけども、大女優さんが必ずやることなんですよ登場してカメラに目線を送るっていう、昔の映画では大女優さんだけが許されたことなんですけど、前に鳥が飛んでるというですね、言い訳をやることによってバーンと見せるですよね。で、ザ・ヒロインです。また、この男女のコーラスです。こんなに地球が好きだ いいうののででで主人公のコナンがオール漕いでるんですけどなんでこのシーン見せてるのかっていうと、動画で確認してほしいんです。ポイントはこの後ろの雲の引きなんです。雲の引きっていうのは、ルパン三世カリオストの後ろの時でも、宮崎駿は雲の引き方向がすごいとか、引き速度がすごいって言ってたんですけど、これもっとすごいですよ。引く速度と方向がガタガタなんですよ。えー、っと、どういうことかっていうと、パドルを持って こう描きますよねそうすると着水して水を描いてる最中に雲がガクッと一回動いてで戻すと雲が一回戻るんですよ。でまた反対側で水をこう描くとまた雲が別の方向にガクッと動いてでオールを戻すともう一回雲が戻る。何かっていうとこのオールをかく水で描くことによって雲がガクッガクッとちょっとずつ動きながら前進するんです。つまりカメラが船の上に固定定してあるという設定 なんですよこの雲のガクガクを見せることでコナンが海の水をかいてそれのおかげでこの船が進んでるんだっていうのがすごいリアルに。 わかるんです。本当に、やってると意識せずに見たら、全然わからないんですよ。すっごい撮影指示が複雑なんです。ラスト。こんなに夜明けが美しいから、最後登っていく。ここでなんか洗濯物を干していくロケットのお尻が見えるんです。これをやっぱ初めて見た時の子供の感覚っていうのを想像してほしいんです。地球が滅びた後を見せられて、で、海があって、水があってで、男の子と女の子が走ってるかしやすそうに見えるので、ああ、なんかそういうサバイバルものな なのかな自然の話なのかなと思ったら最後に行きたいロケットの尻が見えてロケットが草むしてるわけですねこれでその文明がどのように崩壊してでどのような未来世界だったのかっていうのがパッと絵でわかるんですよ今僕はあのテレビアニメの最高傑作を聞かれたら「機動戦士ガンダムガンバの冒険未来少年コナン」っていうふうに言ってるんですよね